まこなこです。武田信玄で合戦甲状腺禁止。前回委任である程度やってたものの、ちょっと時間かかりすぎるのかなということで、また委任一旦解いて、内政とかちゃんとやりつつ、進めていこうかと思います。まず内政やってから、次は今川、まず甲状腺にならないところ攻めて、で、小田原を包囲した状態で、また委任にやって攻めてもらう。その後、駿府とかも狙っていきたいと思います。では内政終わったので、とりあえず、どうだろう。ちょっと今川も今一服してるので、どういう感じで攻めればいいか。この神原攻める過程で、まあちょっと今、人を動かしたので、それ様子見てから、動かしてか、もしくはもう、南東側、千葉県の南端にも今川の拠点あるので、そこを攻める素振り見せて、で、他が動いた後にまた考えるか。ちょっと兵数回復終わってないので、いや、玉縄あたりからかな?ここら辺では出陣やっときます。では、このような近場から全部出していきましょうか。帰るとしよう。兵数少ないのは削っておく。みんな帰るとしよう。これでどういう動きをするか。うん、まあまあやってくるのはある程度想定内。陣を構えよ。この玉縄のこの下あたりでずっと防げれば良いかなとか思うんで、武田信玄こちら側行ってもらいましょう。進め。兵を奮い立て。戦ぞ。まあほぼほぼここで追い払えるかのような状況になると思うけど。城なぜ早々に奪ってくれる。引くことに。うん、まあまあまあここら辺細かくやらなくていいでしょ。倒されても放っときましょう。今強行中。三崎城もこのままだったらいけそうだね。もう西側から部隊来る気配ないしで。で、三崎城まで行ってしまえば、この下の方の今川家も攻めるね、ことができなくなるんでね。攻めやすくなるんで、立山。城を制したぞ。さてこれ取ったのは良いんだが、この後でね、いかんせん小田原が北条家が邪魔なので、どういう感じでいくべきか。ではさらに様子見ましょうか。今全部中入っちゃったな。しょうがないか。一部隊だけでもなんとかなりそうではあるけど。戦ぞ。わしを相手とするからよ。包囲ではなく強行で一気に終わらせる。これは今川義元自らやってきている。使えてみるも良いか。ここで追い払った後にどうするかだよね。城は頂戴したぞ。あ、追加で6000か。互角ということはないと思うので、なんとか追い払えるとは思うけど、ある程度部隊出しといて、できればこっち側からね、向かわせたかったけど。だが武田信玄いないと厳しいような気がする。江戸城からも。帰っていってくれればいいけど。では、ここの戦い、見ておきましょうか。まあ2倍、いや互角の時もあるけれども、兵力的には今ゴズミ来たことによって、これで対応はもうちょっと待つか。いや対応できるね、今後ろから来てるんで。一旦、いやもう全部返して、音が止んだんで返して、でまたこちら側からなんかさせましょうか。もしくはもう左側松尾城行ってもいいし、そこら辺様子見。小田原がすごく邪魔だね。立山城とかも後ででいいでしょ。では神原城行きましょうか。武田信玄でこの場所を塞げば、もうあとは後ろからよこせば何とでもなると思う。まあ、パッと見これぐらいの兵数差し向けましょう。ついてまいれ。一方こちら側もある程度部隊向けましょうか。さて、神原の戦い、ちょっとここ、なんか詰まりそうな気がするんで、あんまりいいとは思わないけどね。
別角度からも行きたいような気がするけど、うん、武田信玄この辺りでがっつり戦ってくれれば、うん、バッタバッタと。いやー、こういうのは本当にこのゲームの醍醐味、いい感じにいけてはいる。ようやく頭を押さえて、だが挟まれないように、挟まりそうだね。耐えてしまうと言ってもないわけじゃないけど、うん、誰かが寝返った。素直に引きましょうか。こっち側もなんか挟みそうな感じなので、これ別の部隊は、ここの部隊はこっち側行けばいいんじゃない。で、一方こっち側にも舞台向けてるんで、立山、あれ向けてなかった。うん、もう一回やっていきましょう。さて、見ていきましょうか。これ一旦下がってまた前に向ける。挟まれない限りは、うん、なんかまた挟まりそうな気配だね。あんまりこのちょこちょこした動きは好きじゃないんで。ひねり潰してくれたわ。どうするべきか。動くぞ。だが、まあ左側から来たのを全部この素通りさせてしまえば、もうあとは挟まれる心配ないんで。さあ、次はおらぬか。うん、どうなってるか分かりにくいけど、退けたり。お命令を。こっち側、城攻めを。この後ろの部隊もこちら側で、ここの舞台もこっち側行ってから、こっち側、これで三方から強撃となる。一方こちら側見なくても終わるでしょう。急にここがね、防衛拠点とかになってたらどうしようかなのか思ったりもするけど、その心配もなさそう。で、駿府はさすがに攻められないので、で、やはり駿府抜けることはこっち側からはできないので、まあそこら辺はどうにかしないと、あとあと。この恥、注いでみせる。城を奪います。うん、出てきたね。これを倒すことによって駿府取り付けるようになるから、ちょっと武田信玄だけ返して状態整えてからもう一回再出陣。ご命令とあらば。どうかご命令。うん、黒人衆ちょっと邪魔かもね。我が武を変な感じで道を塞いでしまってるんで、黒人衆はなくした方がいいかもしれない。だってどこか一個取って、もう兵糧ない人を返せるような状況にしたいけど、戦い抜く。こっち側から挟めてないね。ご命令とあらば。いや、なんか前で引っかかって一側が制圧ができてないのか。注いで見せる。これまでか。下がる。ちょっとちょっと厳しいな、兵糧の方の問題で。野戦となる。ようやく1個ここ取れそう。城を制しました。まず神原取って、ちょっと部隊を返しましょうか。お使いいたそう。赤くなってる人をできればもう返しておきたい。ご命令はいかに。一方広国寺ももう問題なさそうなので、ご命令はいかに。そこら辺も様子見ながら。ご命令を。で、武田信玄が帰ったので、ここで駿府行けば、もう今川義元ここに出てるので、多分これ全部帰っても、6255だと回復してしまうか。今4300、武田信玄が間に合うかどうかの問題では、ある程度前制圧できるように黄色い兵糧の人、それ向かわせておきましょう。こちら側、まあまあまあなんとか耐えられそうか。これ包囲になってるね。強行をやってもらいたかった。一方こちら側は強行中。さて、6000だよね。降伏してもらいましょう。まあそのまま逃してしまいましょうか。かたじけない。城を制しました。立山終わった。
ちょっと様子見ましょう。くるり城がどうにもならないかな。一旦返して、ここら辺は韮山、また行けるような体制を整えたい。では、さらに見ておきましょうか。いや、さすがに回復早いか、6200は、まあでも、ここを取って、即座にこの部隊が取り付いてしまえば、信玄待たなくても、敵の兵数回復を止めることができそうなんだけど、ああ、ダメだ。北条戦になってしまう。ああ、ダメだったか。お指図を。信玄、こちら側向けときましょうか。次の手は何ぞ。お指図を。で、ここ退却。九戸、正実。部隊がやってきてしまってる。さて、軍勢覚えることができている。これも返しましょう。で、今韮山兵数いなくなったけど、これはここで義元動くか。まあ別部隊向けてもいいけど、今はちょっともうここだけ取って一時にしたい。その後考えるんであれば、ここ今戦わせずにね、他の部隊で戦わせたい気がするけど、押した。うまくいけば韮山まで狙っていきたいけど、これ帰ってくるまでにさすがに申し訳ござらん。引き抜き失敗。ここ取った後にもう即座に左が行けば案外向こうや。あ、でもそっか、退却この場所でやれば即座に韮山入ってという話になるよね。次の手は、これこういう風に向ければなんとかならんか。で、韮山の方に部隊敵引きつけるためにこういう風に向けておけば案外駿府はなんとかなるかもしれない。早々に戻るぞ。みんなついてまい。これで様子見ましょう。まあ広告寺取られてもいいので、韮山どういう動きするか。これ帰ったら話にならない。城が攻められてる。まあもうちょっと時間かけてほしかったかな。まあいいでしょう。これ即座に入らなければいいけど、どういう動きするか。いや違うぞ、駿府攻城戦可能になるまで残り1日だが、攻城戦不可、城主が不在ということでも攻城戦にならない方なので、これでいけるんじゃない。だが勝てるかどうかの問題。今義元そのものは帰ってきてるんで、このまま包囲を続けられるんであれば面白いと思うけど、ここはプッシュする時だと思うので、もう出せる部隊出しておきましょうか。兵らよ、騎乗するぞ。城に退け。ずっとあそこ維持しとけば、これ変に強撃になると困るけど、あれ攻城戦になっちゃったな。なんでだろう、包囲やってたんだけど、まあ戻ってきたからってことか。あー、ややこしいねこの仕組み。となると、まあある程度前来たら広告寺と韮山取っておしまいかな。旗印を掲げよ、行くぞ。もしかまた出てくるのもあって対応するとか、どういう形になりそう。これ返しましょう。で、今度辻ヶ崎館から松王城。今も松王城行けそうな気配あるけど、上杉2万の兵、ここら辺考えると厳しいが、どうかご命令を。まあまあ多少城攻めですか。米不足の感じがしないでもないけど、
これでいけるかどうか。ちょっと待って、何これ。広告寺攻めようとしてる。え、こうなると今度ここいけるんだけど、小田原。ご命令を下され。これでどういう動きになるかが分かってないけど。お越しを願いまする。遅れずついてまいれ。うん。この舞台で出てしまっていいと思う。我が策を及ばす。だが制圧時間かかってるね。ここからこっち側経緯、ああ人がいない。どこか。まあ、地侍召集あるからそれもやっていきましょうか。こっち側経由でルート通しましょう。これもやっといて兵数を増やす。わかり申した。さて一部隊前行ってしまってるけど、まあ足止めと考えてこのまま放っておきましょうか。行くさぞ。陣を整えよ。我が軍略の前に敵はなし。ここ取ったね。城なぞ。で、そうそう、ここをキープしてくれれば。相変わらず操作が怪しい。こっちが逆に向けましょう。城に戻るのだ。あー戻ってくね。そりゃそうだよね。ここに。あとは戻ってくる前に小田原取り付ければ一番いいんだけど。取り付けそうだね。これもうこっち側経由で、うん、敵の城を奪ってくれる。取り付けるんであれば小田原包囲。陣を構え、戦の始まりぞ。貴殿を多分中に入らないと思うけど。我が部を示す時が来た。入んないね。城を落としてくれよ。ちょっとどうなってるか分かりにくいけど、一旦下げて、これもいらないでしょ。返して、ここも強行やってもらって、ご命令を下され。で黒人衆は返す。ご命令を下され。ミラヤマは強行やっているならば、ここからちょっと兵糧足らないけど、こっち経由で城を奪うぞ。行ってもらいましょう。背を向けねばならぬと。広告寺取った。これまだ返さない。あ、兵糧68、ちょっと足らんかな。こっち側経由で行かせたいね。気がしないでもないんだけど。さて武田信玄来たから前どいてもらいましょう。ただちに騎乗するのだ。武人衆もいらない。あー甲状腺になっちゃったな。もう何なんだこれは。やっぱり中には入れたんだ。まあ別ルートから来てるからそれ入れるよねって感じでね。これ返しましょう。じゃあニラ山取って、ここら辺取って一服ということで、よしとしましょうか。おげち、ただちに城へ戻る。いや違う、これはニラ山向けときましょう。今が吉本がちゃっかり来てる。こっちがとなると、こっちが城を落としてみせる。もう考えがまとまらない。向こうにはまだ足りぬ。野戦となる。今が吉本がそこで頑張るんであれば、城攻めを始めます。武田信玄帰ってきたら辻ヶ崎館から軍府館に向かわせる。我ながら不甲斐なし。ちょっと待って、なんか襲ってくる気配あるのは何なんだこれは。これまでか。信重。さて武田信玄がいつ戻ってくる。行くぞ。
ここ取り付けそう。うん、戻ってきた。設定やってから行きましょう。さて、このカンバラ、ここ防衛ではなく補給拠点にしましょうか。また広国寺も補給拠点にして、東側から西臭いね、役立ててもらう。ここが駿府館が包囲中になってるんだけど、これ行ったらいいんじゃない。次の手は何ぞ。何度も何度も失敗してるけど、強行で敵の兵数も減らせば、多分条件また満たせなくね、なる可能性あるんで、これカンバラからも出しましょうか。お命令を。皆続け。一方ニラ山攻めが一向に終わらないのは、まあ今川義元がいるからか。これこっち側じゃなくこっち側行ってもらいたい。城を攻める。まあここ取らなくてもいいので、プレッシャーかける感じでさらに部隊出しておきましょう。一方こちら側、ちょっと敵の方がまあ兵数多いのと、こちら兵糧が足らないような気がする。んで一部隊出しましょうか。いや違うわ、武将がいないのか。兵数はあるけど、こっち側でもプレッシャーかけることによって下の方なんとか部隊行かないように。吉本戻ってくる気配あるね。どう考えるべきか。あの吉本中に入れさせないようにしたいんだけど、韮山取った。敵将取り押さえたり、中にさえ入れさせなければ、ご恩は忘れません。ここはまた攻め続けることできると思うんで、ちょっと様子見。ここは全部返してもいいでしょう。ではさらに見ていきましょう。これどっちが早いかだな、この場所。まあ一部隊後ろに下げておくという手も当然あるので、まあまあまあどう考えても遅いよね。これは返しましょう。皆の者、騎乗する。多少持てばいいだけなんだけど、まあ一気に削られる可能性あるから。でなおかつここは一旦包囲にしておきたい。なんか操作間違えたっぽいな。次はどのように。こんな感じで戦が始まるぞ。頭を押さえることができている。ああ素通りするよりかはここで粘ってもらいたいけど、馬場さんもあっさりとね削られそうな感じがするので、ここの戦いまだまだ兵数これ出したと思ったけど、そっかそっか人がいなかったんでね。8000向かわせてもない。今からこっち側向ければ間に合うかもしれない。これもいいでしょう、返しましょう。いかんせんこの小田原が邪魔なんだよね。さらに見ていきましょう。今が吉本さえ倒してしまえればなんだけど、結構時間かかりそう。そうこうしてると馬場さんが危なくなってる。ま、多少兵数回復する分には構わないと考えて、馬場さん撤退。ここで強撃になるんだけど、しょうがないよね。うん、今は吉本倒してこれで帰ってしまうけど、これ手早く取り付けるんだれば問題はなくなる。次の手は何ぞ。城を取りに行くぞ。さてさらに部隊は向けてきてるんで、これでなんとかなると思いたい。うん、なんとかここは委任せずともいけそうな気配。ここ強行いかに動かすか。ひねり潰してくれたわ。強行中だが耐久硬いのと、
結構時間かかるのと後ろから続々と部隊が来てるんで、これやり続けるのは大変だな。かといってまた別ルートで行けるかというと、ここら辺ね出したいんだけど、いかんせん上杉が怖いので何もできず、ここで調略で破壊やりたいけれどもどうなんだろう。あ、難しい役目、こうなるのでできそうにない。となるともう力押ししか、ひねり潰してくれたわ。様子見ておきましょう。まあ、敵をバッタバッタ倒せば敵も、ちょっと待って、徳川家12000、それは聞いてないな。これ危ないんで返しましょう。ゴズメが来てるんで、不覚を取ったわ。うわ、兵数回復してくれ。よくないよくない、これはちょっと攻めが無理だったか。ここは1万2000はな、いやダメだ、分布硬すぎた。次の手は何ぞ。あ、騎乗、城へ引き返すのだ。一旦全部返して仕切り直ししましょう。さあ戦を始めようぜ。まさかだったな。やっぱりもう小田原取らないとダメかも。あとは上ルートで松尾城から次行きましょう。ではある程度内政整えたところで一服をしたいと思います。どうしてもやっぱり小田原取らないと、また久留里城も取らないとといったところ。そして上の方は上杉がもうこの辺り仙台辺り一体固めて、それこそ囲って攻めてきそうな勢いもあるので、この辺りどうなるか、また次回この続きご覧いただけたら幸いです。ではでは。